北陸鉄道は今年度の中間決算を発表し、グループ全体で4400万円の赤字となりました。経営状況の悪化に伴い、路線バスと鉄道の運賃を来年春に値上げする方針です。北陸鉄道の連結対象の子会社を含めた中間決算では、営業収益は去年と比べて増収となりましたが、売上の柱であるバス事業の不振に加え、燃料費の高騰などから4400万円の赤字となりました。バス事業が振るわない要因については、テレワークが浸透して通勤客が減っていることや、インバウンドが回復していないことを挙げました。経営状況の悪化を受けて、宮城武社長は路線バスと鉄道の運賃を値上げする方針を示しました。バスの安全運行を維持していくというのは観点、いわゆる持続的に続けていくという観点から申し上げますとですね、これ本当運賃改定はもうやむを得ないものというふうに考えておりまして、このあたりはぜひご利用の皆様にご理解をお願いしたいなというふうに思っております。北陸鉄道では年内にも国への認可申請を済ませ、来年春から運賃の値上げを実施したい考えです。